卵屋さん、卵屋さんかな、卵屋さん、あ、ポテトだ、肉まんとかもあるんじゃない？ほら。なんか浮いてる。うん。怖い。肉まんとかもあるね。帰る？それか。ジャムでしょ。カチャイズジャム。カチャイズジャム。パウサ、パウサ。レッビン。卵入ってる。18リンギ。5人ワンタンミンスープだよね。こっちかな。どっち？どっちがいい？こっち？ハロー。ハロー。This one ワンタンミンスープ。This one. Yes, yes. So, small size. Small size. Big size. Big size. ちょっと食べる？あ、食べないか。Small size. Small size. Yes.時間かかるんだね。
買った食べ物これです。はい、じゃあ買ってきたものを開けましょう。イエーイ。はーい。なんかもう溢れてる。え、溢れてる？このやつが溢れてる。あの、うわー、気持ち悪い。それさ、出し捨ててきて。前に買ってきたものを開けたい、ね、開けて食べてみたいと思います。じゃあまずこれなんだろう、なんかおでんみたいな、おでんみたいなやつだよね、辛いソースのおでんみたいな。じゃあこの辺開けていただけます？このパックの開けれるんですよ。これそうそうそう、それがそれは青ちゃんが買ってきたやつ、はい、この袋の状態で汁物がテイクアウト。それまあまあだね。これどっちだろう、これこっちかな。これこっちにまずスープを入れて、うん、それ焼きそばみたいな、こういうのなんか見てないからどういうやつかわかんない。焼きそばみたいなやつね。わわ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 わ、はい、こんな感じに。ゴミはこっちに入って、で、あとはワンタンヌードルでいきますので、まずこれをやって、これ辛いやつかな。まず麺を器に入れます。わー、ちょっと見えないかな、ここ。はいはいはい、器に入れて、すごい固まってるね。固まってるね。スープをじゃあジャブ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 、はい、できた。早いね。うん、できたね。できました。大食い。はい、こちらが今日買ってきたお惣菜の詰め合わせ、焼きそばお惣菜盛り合わせ、なんか辛いおでんみたいなやつ。辛くて食べれます。うん、ラーメンみたいなやつ。ワンタン麺。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。いただきます。じゃあ何から食べる？最初は野菜。うん、ママはこのちょっと焼きそば、これ取らしてみます。初めて。このあれだよね、有名チャオイ、なんだっけ、なんとかエビが入ってるシーフードの、なんかこうシーフード平麺焼きそば。焼きそば多分すごく、あのローカルフードすごい並んでました、ここは。結構待ったね。野菜はアスパラガスと、あともう一個知らないやつです。それはいただきます。うんうんうん、美味しい美味しい。うん、なんだろう、焼きそばとはまた全然ソース味じゃないから、なんだろう、何味なの。辛くないよ。あ、してよ。うん、辛くない。苦い。苦い。うん、今度と買い付けてみようかな。うん、ラーメンみたいなやつ。はい、ジュバ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 。できる？やってあげるか、うん、できる。お惣菜なんて大きいそばみたいなやつ、うん、なんか箸がおかしい。うん、いただきます。なんか野菜がいっぱい取れるから、これで2パックで18リンギだから安いね。安いね。うん、このやつも合わせて合計っていうと思ってた。18、7、7、8、いくら全部で18、7、8、7、7、8、7と7は10、何でいくら。で、これが30。じゃないの。うん、14。7+7は？え？7+7は？14。+8は？+8は22。22+18は？22+18。
40リンギだ全部で。ぴったり。うん、死にが1000円ぐらい。こんなに頼んで。安いね。うん。こんな、すごいボリュームね、このお惣菜。ここ美味しくて好きなんだよね、このお惣菜屋さん。行ったことないから。これなんかラーメンみたいで美味しい。美味しい？スープができたんだけど。食べきれないね。ほら。ね。でもこれ、これどんな味なんだろう。食べてみたかったの。食べたらいいね。これなんだろう、このふにゃふにゃ。お餅かな。ん？なんだろうこれ。なんだろうこれ。不思議。なんか、お餅みたいな。初めての感覚。ちょっと、辛い、これは。甘辛くないってお店の人言ったけど、辛いよね。うん、うん、不思議。不思議だわ、これは。なんだろう、これ。で、マレーシア のローカルフードはすごくお手頃価格で、結構栄養バランスも、うん、よくって、野菜が、ね、結構取れるのもあるし、うん、麺はね、日本人にすごい合うよね、味がね。子供でもちょっと細すぎた。ちょっと細すぎた、麺は。麺？そうね、ちょっとこれはかなり細いね。うん、ラーメンより細い、うん。味はどんな感じ？これ美味しいじゃん。うん。うんうん。美味しいよ、細くて。細い、うん、細いラーメンみたいな感じね。うん。うん、これ何ですか？肉。こんな感じで、ね、スーパーで買い物して作るよりもしかしたらこういう屋台で買った方が食費は安いのかな。でこれ全部で40リンギなので日本円で約シニが1000円ぐらいですかね。うん、1000円だね。1000円ぐらいなんで、すごいこんなボリュームで1000円は安いと思います。マレーシアのデサパーク、デサパーク違う違う違う、デサスリハタマっていうところねで買いました。日本とかにさ、屋台とかあるかな。日本にもあるかな、どうなんだろうね、あんまこういう、ああいうとこはないかもね。確かに。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。今後もね、こういうローカルの現地の生活の情報など動画アップしてきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さようなら。さようなら。